29日は投資能力千里眼の上位互換万里眼の使い手キリンです。キャロンミン。はい、ということで今回は史上最悪のテロを予言したものや実在した千里眼を持つ貞子の母、エリート FBI 超能力捜査官、実在したユンゲラーやケーシーのモデルとなった人物についてご紹介していきたいと思います。では開眼。史上最悪のテロ事件を予言した姉妹、超能力を持つ双子の姉妹であるサイキックツイン、リンダとテリーは、1999年にラジオ番組を通して、2002年までにアメリカで政府関連の建物とワールドトレードセンターを狙ったテロが起きると予言し、実際に2001年に起きることになる 9.11 アメリカ同時多発テロを見事的中させています。またその後も2013年に起きたボストンマラソン爆弾テロ事件や2015年のパリ同時多発テロ事件、2013年から2014年にかけてアメリカを襲った大寒波といった大きな事件や災害を的中させたことでその名を轟かせることになります。彼女らは世界中のメディアで取り上げられることも少なくなく、超能力の分野の研究者ですら間違いなくこの姉妹は本物だと認めているそうです。そんなリンダとテリーが超能力としか言いようのない不思議な力に目覚めたのは5歳の時だとされており、その時人の思考や感情、未来に起こる出来事が見えるようになったとのことです。しかも幼少期の頃からお互いにしか通じない秘密の言語を用いて会話するほど仲が良かったのですが、その頃から同じ行動をとったり同じ夢を見たりしていたそうです。また預言者として有名になる以前は、殺人事件を解決に導くため警察と協力したり、予知能力を使ったカウンセリングを行うといった人助けを行っていました。ちなみに今回の動画を撮影しているのは2019年の3月30日で、ちょうど明日平成に変わる新元号が発表されるというタイミングなんですけど、今回私も新元号を予言してみたいと思います。ズバリ新元号は命令の令に平和の和と書いて令和になるんじゃないかなと思います。エリート FBI 超能力捜査官、マダム・モンタージュという異名を持つ超能力者ナンシー・マイヤーは優れた投資能力を持っていたため、 FBI 超能力捜査官として活躍し、これまでに400件以上もの事件を解決へと導いています。彼女は日本のテレビ番組にもたびたび出演しており、2002年に放送された番組では当時未解決だった事件の犯人のモンタージュを作成するのですが、放送の2日後に逮捕された犯人の姿が彼女が作成したモンタージュと酷似していたため一躍話題になりました。ナンシーは事件現場に残留している被害者や犯人の思念を読み取ることで犯行の動機や殺害方法を透視するそうです。また超能力捜査官として様々な国で活躍しており、今まで未解決だとされていた事件を自身の透視能力を使って解決に導いているとのことです。ですがナンシーの能力に対して懐疑的な意見を持つ人も多く、彼女の証言と事件後明らかになった犯人の行動や動機が食い違うことも多いそうです。その上彼女が書くモンタージュがあまりにも的確なため、どこかで犯人像を仕入れた上で作成しているのではないかといった否定的な見方をする人もいます。また日本で2002年に放送された番組内で取り扱っていた事件ですが、当時すでに全国で犯人のモンタージュが描かれたポケットティッシュが3億個以上も配られていたため、ナンシーがティッシュをどこかで入手していてもおかしくはないとのことです。そしてその時ナンシーが入手したティッシュを何に使ったのかについては、信じるか信じないかはあなる次第です。ちなみに FBI 超能力捜査官という肩書きはアメリカには存在せず、日本のテレビ番組が作った造語だそうです。三船千鶴子。日本が誇る最高峰のホラー映画リングに登場する貞子の母親のモデルになったと言われている三船千鶴子は千里眼や透視を得意とする超能力者です。日本の超能力者ということもあり、混沌極まる世界情勢の中、見事日露戦争にまつわる予言を的中させたり、企業からの依頼で透視能力を使い炭鉱を見つけ多額の報酬を得たといった様々な話が残されています。彼女は1888
86年に熊本で生まれるのですが、生まれつき難聴を患っており、20歳を迎えた時にはほとんど周りの音が聞こえなくなっていたそうです。しかも時代が時代なだけに、周りには障害を持った人に対して冷たい態度を取る人が多かったのですが、21歳を経て22歳の時に千里眼の能力に目覚めたことで周りの態度が一変したそうです。彼女の能力が世間に広まると多くの人々が家に訪れ、紛失した指輪を見つけるというものから、人の体を透視して病気を診断するといったものまで様々な依頼を受けていたそうです。また当時のメディアのほとんどが彼女を取り上げていたのですが、超能力の存在そのものに対して否定的な人が多く、ついには大学関係者や学者の前で公開実験を行うまでになりました。ですがこの実験で三船千鶴子は自身の能力が本物だと証明できなかったそうです。そしてそれが原因かはわかりませんが、彼女は実験後、実家のある熊本に戻ると服毒自殺を図り、自ら命を絶ってしまいました。ちなみに私の持つ最強道術万里眼ですが、能力がすごすぎて投資した先のやつまで投資しちゃって逆に何も見えないみたいな、なんかそんな感じにしようかな。リアルケーシー。ケイシーのモデルになったと言われている超能力者、エドガー・ケイシーは、瞑想や啓示によって高次元の知識を獲得することを目的としている新知学の影響を強く受けた未来予知を得意とする超能力者で、一説には宇宙のすべての情報がそこにあると言われる、星の本棚こと、アカシックレコードにつながった数少ない人物の一人とも言われています。彼曰く、睡眠中に未来で起こる出来事、すなわち予知夢を見るという他に類を見ないタイプの超能力者で、これまでに多くの予言を残しており、的中したものも少なくありません。ですが予言のほとんどは時勢を反映したものであったため、誰でもその予言もとい予想をすることができるとの意見が強く、海外ではエドガーは予言者などではないと言われており、また当たっている予言を探し出す方が難しいとのことです。また彼は過去に行った睡眠療法によって自身の内に眠る別人格が現れたと言っており、エドガーはこの別人格を使って病を患った患者に適切な治療方法を教えるといった内容の心霊診断や前世診断を行っていたそうです。そしてついにエドガーは病院を建てるまでになるのですが、生前のエドガーは超能力者としての知名度が低かったため、わずか数年で廃業に追い込まれてしまいます。ちなみにポケモン豆知識なんですけど、ポケモンケーシーの海外での名前はアブラというそうです。でちなみにユンゲラーの海外での名前がカタブラということなので、つなげてアブラカタブラになるという感じらしいです。リアルユンゲラー。ポケットモンスターに登場する念力ポケモン、ユンゲラーのモデルとなったと言われているユリゲラーは、念力によるスプーン曲げを得意とする超能力者です。ユリゲラーは日本のテレビ番組に出演する機会も多く、1970年代にはいわゆる超能力ブームの火付け役として様々なメディアで引っ張りだこだったそうです。またテレビ番組の中で超能力を披露する機会があるのですが、その中には各家庭で放置されている壊れた時計をテレビの画面を通して動かすという規格外なものまでありました。ですがメディアへの露出が多いユリゲラーに対して否定的な意見を持つ人も多く、手品を大げさに見せているだけに過ぎないといった意見や、またマジシャンからは彼が能力と称しているものは極めて雑で稚拙なものだと言われているそうです。その上ユリゲラー本人も CIA や FBI に秘密裏に協力している、超能力により油田を掘り当てて多額の富を得たといった発言をしているため、海外では詐欺師だと言われているとのことです。とは言っても1974年には実際に CIA が彼のテレパス能力の真偽を確かめるための実験を行っており、彼の超能力は本物だとのお墨付きを与えています。また実験についてのレポートは2000年に機密解除されたため、現在一般公開されており、ネット上で誰でも閲覧することができるそうです。ちなみにユリゲラーがこれまで念力で曲げることができなかったスプーンは、日本にある山崎金属工場が製作したスプーンコブラただ一本だけなのだそうです。ちなみにポケモンフーディンのモデルは脱出王の異名を取ったハリーフーディーニという奇術師が由来とのことです。はい、ということで今回こんな感じなんですけど、この動画を見てキリンの予言当たってるやん、入信しますという方は高評価とチャンネル登録、ツイッターのフォローよろしくです。終わり。
はい、ということで、賢者タイムなんですけれども、今回の動画はですね、まあまあ、動画の撮影日が、2019年の3月31日ですというね、まあ、嘘をついたわけなんですけれどもね、これはですね、まあ、割とあえて、やっているみたいなところもあってですね、割かし、なんて言うんですかね、もうわかりやすいような、まあ、これ、嘘ですよって言う、嘘ついた方がですね、あ、こいつは、嘘ついてやがるみたいなっていうのがすぐわかると思うんで、まあ、僕のね、挨拶とか動画いつも見てくれてる人は、まあ、こいつは、嘘つきのペテン師だということはね、すでにご存知かと思うんですけど、なんかね、中途半端になんか、真実っぽい感じのなんか中途半端なことを言っちゃうと、あ、これマジなんだって信じてしまう人もいたり、中にはね、いたりすると思うんで、まあ、その辺もね、ちょっと考えながらね、話してたりは一応するということですね。ということでですね、僕が、童貞で、まあ、60歳でホモっていうこと、以外はですね、まあ大体嘘と、思っていただければと、はい、思ってます。はい、ということで、そんな感じでした。さいなら。